引き締め企画、ダイソーさんでですね、こちらストレッチング用バンド、はい、まあ、弱めなんですけど、こんなものを見つけてきましてですね、はい、なんかこう使えるかなと思って、めちゃめちゃ使えますよ、はい、そうなんですか、ね、万能でございます、はい、どうやって使うんですか、これね、あの引っ掛け、体の一部に引っ掛けてこういうポーズをこう取るじゃないですか、握ってやっていく、こういうのとか、こう 足とね、こう絡めてなんかやったりするみたいですね。こんなんもなんか今後使えていけたらなと思っておりますけれども、今日はじゃあ早速ね、トレーニングを教えていただけるということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、足を、はい、足を鍛えていこうと思っております、はい、まず足のトレーニングをやる意味として、下半身の方がね、全体的に筋肉の割合がものすごい高いんですよね。なので、あの基礎代謝を上げて下半身から鍛えていくということで、今回は下半身のトレーニング、足のトレーニングをしていきたいと思います。ポイントなんですけど、スクワットのポイントで膝が前に出すぎると関節を壊しやすいとか、いろいろ故障につながることになりかねないので、そこは絶対にポイントを意識して気をつけてトレーニングしていきましょう。めちゃ普通のスクワットでございますけど、はいはい、これやり方によっていろいろその足の中でも部位、はい、足の幅とかでも結構変わってきまして、はいはい、でこれ一つめちゃめちゃ注意していただきたいところがありまして、はい、まず膝ですね、はい、膝をこう前にしすぎると、これ膝関節、関節痛めやすいんですよ。お、はい、なので膝でこうするのは NG で、はい、できればそうですね、このままこう下がっていく、お尻を後ろに突き出して、できない、え、もうできない、落ちるそのまま落ちる、ゆっくり落ちる、そこ下がれるところまでで大丈夫です、落ちる落ちるよ、うわー、これは効いてます。うう壁とか使ってもいいかもしれないですね。使っていいですね、はい、ああ、落ちる。で、結構今、しんどいですか？しんどいです。これ、結構、普通なんですよ。あの、できない方も全然いらっしゃるんで。これはできない。お尻を、次、出すんですね。そうですね。そういう時、できない時、やっぱり壁に手をついてとか、補助的なものになるものに、捕まりながらやっていただいて構わない。いつ方でも補助になるんで。なるほど。あのね、介護してるじいちゃんばあちゃんみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、はい、これを、はい、はい、これ今自重で家でもね、はい、できるようにやってるんですけど、はい、これ何回かやってもらうんですよね、はい、大体あの筋肥大っていう大きい筋肉をつけていくにあたっては、まあ、8回から12回っていう回数があるんですよ、はい、で別に大きい筋肉じゃないんで、はい、できるところまでで大丈夫です、はい、できるところまで回数、レップっていう回数をこなしていただいて、はい、それが例えば6回とするじゃないですか、はい、それを3セットやっていただきます。え、はい、6を3セット、はい、6を3セット、はい、いや、これ1回でもきついのに、ね、きついですよ。え、これはゆっくりなんです。スピード感としてはどういうふうに。そうですね、しゃがんでいくときに、はい、ゆっくりで大丈夫です。これがネガティブっていうんですよ、この、はい、ゆっくりゆっくり、はい、あの、はい、伸びて、はい、筋肉が伸びてる、はい、伸びてることを、はい、こう言うんですけど、このままガンって上がって縮むんですよ、はい、あ、なるほど。でこれがネガティブ動作って言って、伸びてるときにゆっくり動作を行うことで、あのより効率的に鍛えることができます。早くやるよりはゆっくりの方がいいんですね。どこの部位でも縮めるときにゆっくりですね。これで1なんですか？はい、これも上げるときは上げるときはです。はい、これは結構汗が、はい、汗が出ますね。タオル持ってきて、タオル持ってきました、はい、はい、ということでこれが何セットできるのでしょうか。はい、気になるところです。で、あのこれはね、家でできるので、はい、はい、これ、はい、自主
自重の自主トレでございます。あ、でも今ので合ってたんですか？そうですね、足幅もだいたい肩幅ぐらいに広げられてるので、はい、あとは膝を壊さないようになるべく後ろにこうね、お尻出せるようにして、はい、後ろに突き、お尻を突き出すんですか？そうです。家ではぜひ椅子とかで椅子捕まって、はい、椅子でゆっくり下ろして、で、戻るときは早めに、そうですね、はい、皆さん、はい、一緒にやってみましょう。頑張りましょう。